はい、今日の本題ですけどね、今日は真面目なお話をしたいなと思っています。シンギュラリティ技術的得意点とはという話をしようかなと思っています。昨日ちょっとねチャット GPT についてね、私片鱗に触れてみようかと思っていろいろ調べていたら、こういった言葉が出てきてね、どういったことなんだろうと思って、あ、そういうことなんだと思って、私ね今日これちら題材にあげようかと思っていた所存でございますですよ。あのですね、シンギュラリティというのは要は AI が人間の知能に追い越す地点のことを言うんですよ。それを技術的得意点ということですね。 AI ってすごく頭いいって感じるじゃないですか。でもね、まだまだ人間社会に馴染むには難しいんですよ。例えばチャット GPT でね10個お題出してると、よくわかんない言葉も混ざってくるじゃないですか。なんていうのかな、日本語はちぐはぐなんですよ。例えばめちゃくちゃ美味しいラーメン店10個あげてくれとか言うと、普通にね、わけのわからないなんか、ハンバーグ屋が上がっていたりとか、まあそういうミスのこととかもあるんですけどね。AI ってなってもね、常に今、世界中のね、皆さんの検索の、まあ方向的なものっていうのをね、磨き上げて、めちゃくちゃシャープになって尖ってきてるんですよね。要はね、昔はそういう風に全然情報が、集まらなかったんですが、今はもう出すとね、めちゃくちゃ我々が考えるより、うお、すごい深い題材とかいうのがね、出てきたりするわけなんですよ。これなぜかというとね、磨かれていくんですよね。情報が集まれば集まるほど AI っていうのはね、そっからいらないものを削り取って、もう鉛筆みたいな考えですよ。鉛筆そうじゃないですかね。まあ、いっぱい情報があるのが鉛筆状の形とするじゃないですか。そこから鉛筆削りを使ってね、変な情報、間違った情報っていうのをね、削り出していくわけですよ。それで洗練されたものだけが残っていくわけなんですよね。まあ、例えるならば、そうだ、鉛筆が一番ベストでしょうね。そう。いいとこだけをね、贅肉を削ぎ落として筋肉マッスルになっちゃうみたいな感じですよね。イメージで言うと。で、まあ、そんなシンギュラリティなんですけどね。まあ、曰く、例えばまあ、ソフトバンクの孫さんとか曰くね、もうこれがシンギュラリティがもし本当に起きた時点でね、もう全世界の産業がひっくり返るぞと言ってるわけですよ。まあ、そうですよね。そのシンギュラリティ、得意的ね、なんだっけ。技術的得意点ですよ。本当に起きたって皆さん想像してください。怖くないですか、ちょっと。だって何するにも全てガチで AI でできたら、もうやることないじゃないですか。我々考えることもしなくていい。音楽も AI、絵も AI。今若干そういう世界になってきてますよね。で、音楽とか、絵を AI に作ってもらって、そっから自分で手を加えたりして、今ね、磨き上げてて、完成形にしてるわけですけど、もう人によっちゃ AI とパパってね、作ってね、それをもう販売したりしてるっていう現実もあるわけですもんね。私もAI アート何点か買ったことあるんですよね。1000円とかね、2000円とかで。で、そういうのってもう今ね、ミッドジャーニーとか、まあ、いろんな今アプリとか出てると思うんです。簡単にもっと作れる AI がですね、そういうのでね、もうすぐこう出せれるようになってきてるんですよ、情報的に。もう、すぐね、作れるんですよ。もう作曲もそうですよね。こんな曲作りたい、アップテンポとかあれだとできるみたいですからね。ちょっと私はやったことないんですけど、そうなってくるといよいよやることがないですよね。まあ会計仕事とかは特にそうで、やっぱ昔から言われてるのが、AI がね、やっぱそこに到達しやすい場所なんですね。一番最初にですね。計算関係、自動判別。これが AI でできるようになった時点で、人間の判断がほぼいらなくなるんですよね。だってそれでね、総勘定元帳、まあ決算の時にできるね、例えばレシートの仕分けとか、税金の内容の仕分けとかを AI がしてくれるとして、それをですね、例えば税務署の方々がチェックし始めて、これちょっと違いますって言ったら、あ、ほとんど合ってる場合って、そこのね、10分の、まあそうですね、1外れていたとしてもですよ、あ、これはすいません、消耗費ではありませんね、福利厚生費ですねって言って分ければ終わっちゃうわけですから。ね、いよいよもう会計いらなくなるじゃないですか。しかも AI に任せていたら若干ですけど、責任転嫁ができるんですよ、AI ですね。そして税務署の方々も絶対そういう AI っていうのをね、逆に使い始めると思うんです。おかしいところがないかっていうのを見つけ出す AI を使い始めると、そこをね、抽出できるわけじゃないですか。あ、これはなんかこのレシートおかしいぞ、これ経費じゃないんじゃないのとかね、そういった抽出ができるわけですからね。そうなると詳しくなっちゃうんですよね。あ、大体こういう風にね、向こうも AI 使ってるからこれが分けられてるんだなとか言って、人間ってそうやってね、アップデートしていくじゃないですか。脳とやり方っていうのが、仕事のやり方がね。そうなってくると、いよいよ、どんどん仕事っていうのがなくなってくるわけですよ。で、なくなってくると、これは悲しいことなのか。いいな。
稲森さんでございますよ。ね、稲垣吾郎なんですよ。これ稲っていうのは否定するの稲ですね。稲、仕事はなくなりません。むしろ、例えばですけど、そういった会計の仕事を今ね、日本でまあそうですね、よくわかんないけど、まあ5万人してるとするじゃないですか。それが AI のおかげで3分の1に減りましたと。ね、もうほぼ監督できた方だけいればいいよ、サブはいらないよとなって、残りのね、3万5千人がね、仕事がないとなるのが違うんですよ。この3万5千人実は超ラッキーなんですよ。なぜかというと、AI をね、駆使することによって自分たちの仕事がなくなったわけじゃないですか。ということはもう自分たちは AI を使ってその仕事をほぼマスターできたわけでしょ。次にその技術を使って他の仕事に移動できるんですよ。他の仕事でも大体似たようなことやってますから、そこでも AI を使ってね、その今新しく入った仕事、例えばそうですね、まあそういった、会計士の仕事をしてるとしたらね、次は社労士に移動するとか、で、社労士の方もね、大体 AI で分かってきたぞと、補助金と助成金関係っていうのは大体 AI でね、判別できるようになってきたんだと。そしてね、その会社の決算書を渡せば AI が判別して、この補助金が使えるなんていう自動でね、オートマチックなシステム、自動的なね、システムが出来上がったら、もうまた次に移動すればいいんですよ。どんどん頭が良くなっていくんですよ。次はね、税理士になっちゃうとかですね。すごくないですか？これって。めちゃくちゃラッキーですよ。早く仕事をマスターして、さっさとやめて次に移動できるわけですよ。下手したら給料も上がっていく可能性ありますからね。皆さん、AI と共にね、生きていくこと。これが今日言いたかったんですけど、ここをね、やっぱメインに考えた方がいいと思うんですよね。AI が出てきてね、仕事が減るなんて言ってる人って超三流以下なんですよ。私から言わせてもらえば。私だって今 AI が出てきてね、自分がやってる仕事すべて自動でできるんなら、ありがとうございますすぎですよ。ね。経費は自分で分けてね、貼り付けてノリでスキャンして紙データにして、紙データで二重保存もしてさ、内容も赤ペンでガリ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 書いて、弥生会計にはね、写真で入れ込んだレシートのね、内容を入れ込んで日付間違ってないか目でチェックして、ゼーハーゼーハー言いながらね、通帳データはね、連携してるからって言って、それでもまだ弥生会計とかね、そこから自動的に吸い上げてくれますけど、ズレが多いんですよ。ね、新しいお客さんとかね、田中二郎さんから お家を壊したっていう内容に関してはね、思いっきりそれがわけのわからないね、経費になってたりとかですね、経費というか売り上げになっていたりとかですね、いや、あからさまにお前これ個人の名前なんだから今まで解体してきたんだから売り上げに決まってんじゃんと思ってもね、なんか謎のね、仕分けされたりするんですよ。ちゃうがなって言ってね、雑費とかね、何が雑費やねんとね、いや、そういうのあるんですよ、結構ね。だからそういうところに関してね、AI が私の仕事を減らしてくれたらもう超万々歳。むしろゼロにしてほしい。私は他のことをしたいんですよ。ね。山ほどしたいことがあるんですよ。で、こういうところをね、人間に任せても、人間はね、教えるコストが超かかるんですよ。で、どんだけね、もう例えば今1年半ぐらいいるね、ジムの佐藤のんちゃんっていう子も慣れてはきましたけど、やっぱ聞いてくるんですよ。1日10回は聞いてくるんですよ。近道を求めるんですよ。で、聞かれた時点でもうね、自分の脳の意識がね、こうシャットダウンされて、再起動するの時間かかるわけなんですよね。まあもちろんこれはね、逆に私が聞くこともあるんですけども、やっぱね、人に聞くってね、序盤だけにしないと、後は自分で考えないと、めちゃくちゃ人の時間を奪うんですね。で、暇してる人ならいいんですけど、プレイヤー同士で聞き合うとね、これすごく能率が悪いんですよ。お互いのね、コスパをね、下げちゃうんですよね。コストパフォーマンスですね。それにかかるね、対価ということですね。これがね、もうめちゃくちゃ悪いんです。皆さんもね、聞くということはとてもいいことなんですけど、時と場合によっちゃね、全体的組織の生産性を下げて、成績を下げているということにね、気がつかないと悪いんですよ。だからね、とにかく皆さん、AI と共存する道というのをね、否定しちゃダメ。もう否定したらね、絶滅しますよ。確実に。こんな便利なものを否定するということですよ。はっきり言いますよ。スマホとかパソコンを否定してるのと一緒。はっきり言ってアホなんですよ。これからの世の中をね、生きていくようなね、適合性がないんですよ。人間ってね、今までなんで生きてこれたかっていうと、環境に対応する環境対応能力が超高いんですよ。恐竜はダメでした。ダメだから滅びたんですよ。我々はね、対応力強いんだから、新しいものを取り込んで自分のね、エネルギーにすること。
こうやっていくことをね、考えないと悪いですよ。それこそがね、仲間とかね、大事な人を守るための知識やね、お金を作り出す知恵になるわけですよ。まあ、要は、AI イコール他者貢献なんですよ。